はい、ホッコライフパート6ですね。やっていきましょう。前回はウサギさんが引っ越してきて、でウサギさんの部屋からこのブレンダーとねレトロなテレビを、奪ってきたと。これ持って人のさアイテム奪えるのすごすぎるでしょ。画期的だけど。で加えてなんだっけ、不動産屋さんが来るんだっけ。その他を今回ね見ていきましょう。はい、ということで早速なんですけど、ベニさんだっけ、デニさんだっけ、ちょっと話を聞きに行きますか。まずなんか落ちてる、オッケー、ここかな。おお、もう引っ越しが終わったっていう状態なのかな。いや、本当は映画の上映会とか企画した方がいいかもですけど、何もしなきゃ誰かがやってくれるんじゃないですかね。他力本願。もう一回読もう、ちょっとわかんない。あー、声かけてくれてありがとうです。今何もやることないんですよ。つまり毎年春になると新しい DIY 計画を立てるけど完成したことないんです。でも今年は誓いますよ、今年は計画を立てないつもりですから。なるほどね、まあ、スローライフに身を任せるっていうことなのかな。おお、こんなとこで会うとは。こんにちは、豚さん。この間自分のスケートボードの、調子がちょっと悪かったんだが、多分分解清掃とベアリングの交換が必要なんだろうな。うーん、なんかさ、レンさんこの間も同じような話してたよね。スポーツが好きなのかな。まあこの辺は一応ね、海岸も来てみたんだけど特に何もないね。じゃあいつものルーティンやりますか。めちゃくちゃ音楽いいな。本当にこのゲーム音楽いいわ。あれ？ああ。見切れてる見切れてる。なんて書いてある？あ、やーって書いてるのね。気が高らっぶって。気が高ぶってるんじゃないですか、グー。なんで？あ、明日からは建築家のローザさんが店舗を開けるから、もっと家が建てられるようになりますな。明日からなんだ。一泊するか。寝れるよね。ちょっと寝ようか。おー、久々にっていうか、一日しかいなかったけど、この部屋。寝ましょうか、明日まで。この椅子もいい。はい、次の日になってきまし、なりました。これさ、あー、ここも移動できるようになってるわ。しかも、はいはいはい、待って待って待って。待って待って、このゲームさ。え、もう全部いただいていこうか、これ。え、オブジェ移動できるよね。すごいよね。あ、これは持って帰れない、もしかして。あ、これはなぜか持って帰れないぞ。なぜだ。まあ、しょうがないか。あー、判定入りました。あー、グさん。あえて嬉しいですな。なんなのこの、あえて嬉しいですなって語尾。流行ってんのか、おい。でもこのさ、豚さんよく見たらさ、なんだろう。いい見た目してるよね。なんかキャラ語ってるというか、メガネだし、なんか服装も可愛らしい。ご覧のように準備が完了して、オフィスも整いました。つまり、今日から新しい家の注文を受け付けられるということですな。ありがとう。もしあなたさえよければぜひ中に入ってお話しませんかな。そうしよう。いらっしゃい。私のオフィスに来てくれて感謝します、アグさん。ここでは2つのサービスを提供していきます。え、待って、足どうなってるそれ。椅子に座ってるか、なんだそれ。まず右側のディスプレイから屋根と壁のデザインを購入できます。家の外観をカスタマイズできますな。笑っちゃうわ、毎回。できますな。品揃えは、定期的に入れ替えますから、お時間があるときに覗いてみてください。OK。そしてもう一つ、最も重要なことですが、私は建築サービスを営んでいるんですな。
もし新しい家を建てたいときは私に注文してください。新しい家にはお金と材料の両方が必要です。この機会を利用して家の購入プロセスを手短に説明させてもらってもいいですかな。なんかこのいいですかな、いいですかな、何々かなっていうのを聞いてるとさ、すごいタヌキチのことを思い出すわ。ダナモって言ってるもんな、あいつも。家を建てる。ここでは建てれる家を見ることができるよ。お金と材料。なるほど。どんな家があるか自由に見てね。あ、へえ。はあ。形だけか。形だけか。これ中身は変わらないんかな。でもほら、ヒノキの板、レンガ。これとか木の板、レンガ。なるほど。ヒノキとレンガ。素材が違うのか。あと値段も、ほら。これ400だけど、これは1120だ。なるほど。私どもが様々なタイプの家を建築できることには、ご満足いただけましたかな。実のところ、この村への移住に興味を持っているお客さんがすでにいるんですな。家の準備さえ整えば引っ越し手続きも進められます。どうぞ建築の準備が整ったら私に声をかけてください。さて、これで私がお伝えしたかったことは全部済みましたよ、アグさん。では今日はこの辺にしておきましょうか。何かあったらまた声をかけてくださいな。ありがとう。これは何ですか？これサンプル的なやつかな？これもしかしてさ、マジで？やば、このゲーム。え？いや、まださ、住民の家はさ、わかるけどさ、え？それも移動できちゃうの？これは？あ、無理か。さすがにこれは無理だよね。あ、移動できるわ、ほら。やば。すげえ。いいんだ。このさ、机欲しいんだけど、これはダメなの？あ、なんか、一部のやつだけ移動できるのか。はぁ、こんな感じ？こうやってさ、オブジェを回転。はいはいはい。いいわいいわ。外観ちょっと気になるんだよね。緑色の壁パネル。あ、お金はでも、今500も持ってるんだ。え、じゃあさ、結構余裕じゃない？だって400だったでしょ。あ、これも40とかで買えるんだ。バックパックがいっぱい。あ、いっぱいなんだ。あ、なんか持ってるわ。新しい家建てたいよね。え、これとかさ、あ、でもバックパックがいっぱいか。オリアンダ。この間、丸一日を体の手入れに費やそうと思ったのさ。今じゃ、体のあちこちが痛んでたまらんのでな、やれやれ。おじいさんなんだね。元気なんてとうの昔に亡くしちまったよ。どうしたの？大丈夫？ふむ、まあ立ち上がって挨拶するくらいなら、害はなかろう。それじゃあ、いやー、こんにちは。結構年なのかな、オリアンダは。まあ見た目はなんかおじいちゃんチックというかね、服装がね。一日中コーヒーを飲んでる若い奴らの気がしないよ。夜中に眠れない。ある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 。そういうね、大人。おじいちゃんかな？コーヒー飲むと夜に眠れないよって言われるよね。さあ、ロブかな？ロブじゃないわ。もうスプラトゥーンのが抜けないわ。なんだっけ？名前。お名前聞かせて。モスだ！買い取りをしてもらおう。そうだなぁ。まあでも、売るものないんよなぁ。とりあえず、まあ雑草の塊とかいらないか。この鉢植えとか、まあ木の房、いるのかな？素材とか一回どっかに置いておきたいよね。とりあえずちょっと気になってる、これはなんだ？青い壁ペンキ。ペンキちょっと使ってみたいな。ペンキ使ってみましょう。こ
これどうなる？あ、はい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 、なるほど。じゃあ家帰ってちょっと今持ってるアイテムあるんで、この辺り設置してみましょうか。とりあえず寝袋はいらない。そんで使ってみたかったのがまずこれ。ああ、いい。あ、よくない？ちょっとこう合わないかなって初め思ってたんだけど、意外と合ってる。この木の色と。これにこれ、あ、寝袋じゃない、もういらない。布団をね、やっぱ布団でしょ。ようやく布団がある生活ができる。ほら布団もさ、青だしいいんじゃない。これ布団はまあこの辺。テレビはそうだな、これつかないんだよね。テレビこの辺で。ブレンダーは正直いらないけど、まあこの値置いとくか。で、欲しかったというか使ってみたかったのはこれよね。これは端に置いて、開ける。あ、来たー、やっぱか。待ち望んでたわ。あ、しかも移動がスムーズ。ちょっと預けておきます、こういうやつ。あー、待って待って、これはいる。これで、これ便利だね。なんか集まりのさ、こういう収納ってさ、3つまでしかさ入らなかったりしたやん。まあ、初期の頃かな。後半はそう、それ以上入ったかもしれないけど、初期の方本当に3つしか入れられなかったんですよ。服3つとかさ、家具3つとか。だから全然容量足んなくて、なんか手紙にアイテムつけて郵便、誰びっくりした。昆虫研究家やら、またなんか、なんだ、なんかちょっと怖いな。ああ、なた、放浪する魂との出会いはいつも喜ばしいものです。あなたはとても素晴らしいオーラをまとっていますね。とても明るく、とても色鮮やかです。ありがとう。心が浮き立ちませんか？昆虫たちの小さな世界のことです。この小さな美しい生き物は、ある時は優雅に、ある時は忙しく、とてもあって仕事をこなしているんです。つまるところ、私たちはみんな小さな蝶と同じく、人生という大きな庭を飛び回っている存在なのではないでしょうか。そうだね。私研究してるんですよ。研究って？昆虫ですよ、あなた。食習慣、産卵パターン、オーラ、何でもです。蝶を間近で観察したことありますか？いや。魅力的な生き物ですよ、本当に。あなたも捕まえてみてはどうですか？ちょうどいいものがあります。さあ、この虫取り網をどうぞ。私は予備があるから返さなくてもいいですよ。ありがとう。どうしましたって、親愛な友よ。近くで観察すれば、風に流されてひらひらと舞う蝶の動きに自分自身を見出すことができるでしょう。この辺は観察にはうってきつける場所なんですよ。見てみるよ。そうすれば私の言葉がなんだかでとか思えなくなりますよ。願わくは、あなたが蝶のように風あやかに世界を駆け巡りますように。長いなこいつ。まあでもあれですね、これでまあ虫が取れるようになると。振り方が横、縦は、はいはい。まあ虫取りができるようになったと、まあ、個人的にはね、あの早くなんだっけ、釣りがしたかったんで、まあ順番にこう回ってきてるっていうことなのかな。じゃあちょっと虫取り網ゲットしたし、乱獲しますか。あ、それ、あ、それ、きたー、すごい。うわー、なんかちょっと気持ち悪いな。クジャク鳥、へえー、なんかいいね。あ、そういう感じで埋まるんだ、いいね。なんかいいね。それ、そい、きた、テングアゲハ。なんかさ、モンシロチョウとかそういうチョウじゃないんだ。ちょっとこれ、あ、まあまあいいか。ちょっと捕まえますね。他いないかな。いたわ。これモンシロチョウじゃない、これアゲハチョウか。
アゲハチョウだ。わかるもんですね、まだ。お、あー一緒か。そういやこっちの方どうなってるんだろう。またか。はいはい、これ売れるのかな。あー木が伸びてますね、ちゃんと。いいね。とりあえず一通り虫捕まえた感じあるね。目先やるべきこととしては、あの家を建てるってことだから、ちょっと材料が足らない、木とかが足らないんで、ちょっと伐採していきましょうか。またうわん、首持ってるみたいになったよ。はい、蝶々が売れるのかどうか確認しに来ました。オワグ買取お願い。あ、売れるね。でも高くはないわ。え、安っ。8、これとか7だから、まあ、まあ言うて安いな。まあ、ないよりかマシレベル安い。これは、あーでもそんなもんなんかな。高いのかな、どうなんだろう。欲しいものは特にないと。どうなんだろうね。とりあえず種だけ買いますか。ちょっと木が大量に必要なんで、鉢ぐらい買っちゃって植えるか。この椅子はこのままなんだ。これこの机欲しいんだけど、これは持って帰れない。あ、これは持って帰れる。トロピカルの鉢植え。こんにちは。ちょっと確認なんだけど、新しい家1個作るのに400に対して木の板が16枚ね。で、今4枚持ってるからあと12枚、木の板1枚作るのに2つ木材がいるから、12×2 で24個あればいいと。なるほど。はい、ということで少しだけ木を増やしておきました。ここ植えれるんだね、このマス。まあ、これでね、ちょっとこの辺りの木が育ってくれればもう少し楽になるのかな。はい、じゃあこのパートは以上にして、次回のパートで新しい家を建てて新しい住民をお迎えできればなと思っています。はい、ということで、ホッコライフパート6かなでした。また次回のパートでお会いできることを楽しみにしています。お疲れ様でした。おやすみなさい。